皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは洗っているお茶碗を割ってしまったり、仕事で同じミスをしたり、また同じ失敗しちゃった、どうしてこんな失敗したんだろう、こんな風に思うことってありませんか？今日はそんな失敗を繰り返してしまう自分の中にある失敗回路を断ち切る方法についてお話ししたいと思います。失敗をした時、皆さんの頭にはどんな言葉が思い浮かんでいるでしょう？まったくもう、何してんの、ちゃんとしないと、こんな言葉がとっさに浮かぶ人も多いかもしれません。その言葉の後、どんな気持ちになるでしょうか？私ってダメだなぁと嫌な気持ちになる、こんな感じでしょうか？実は失敗した時に自分にどんな言葉を投げているか、このことが失敗回路と大きな関係があるんです。失敗って誰にでも起こるものですよね。だから大切なことは失敗を繰り返さないということです。たとえ失敗をしても、そこから何かを学んで次に生かせるなら、その失敗は成功の種だったと言えるんじゃないでしょうか。でもどうすれば失敗を繰り返さない自分になれるんでしょう。それは実は簡単なことなんです。失敗をした時に、淡々とどうしてその失敗が起きたのか原因を考え、次はどうすればいいのか対策を立てればいいだけです。簡単ですよね。でも実はこの時に足を引っ張るものがあります。それが自分の中の失敗回路なんです。だから失敗回路は断ち切る必要があるんです。失敗した時に、ああだったから、こうだったからと状況のせいにしてしまうことってありますよね。また、あの人のせい、この人のせいと人のせいにしてしまうこともあります。でも、失敗の原因が本当に状況や誰か他の人のせいだとしたら、あなたはその失敗は避けられなかったということになります。だから言い訳をすると、同じ失敗を繰り返してしまうんです。でも言い訳は良くないってみんな分かってますよね。それなのにどうして私たちは言い訳をするんでしょう。それは失敗をするたびにすごく責められるからなんです。失敗をした時に、なんでこんな失敗したのと責められると、自分の居場所がなくなってしまいそうです。だから言い訳は急場を切り抜けて自分を保つために必要な知恵なんです。また時には失敗の原因を自分の能力や人格のせいにしてくよくよと思い悩んでしまうこともあります。私は頭が良くないから、どうせこんな人間だからと。でも人格や能力って簡単には変えられないものですよね。変えられない自分を批判すれば変われないのは当然です。失敗した時に必要なこと、それは人を責めることでも自分を責めることでもありません。次にどうすればいいかを考えることだけなんです。自分を責める言葉が思い浮かぶのは、親にそう言われて育ったからということが多いようです。もう親が目の前にいるわけではないのに、自分の中に厳しい親をそのまま取り込んでしまって、気がつけば本当は自分が言われたくなかったその言葉を自分自身や妻や夫や子供にも言ってしまっているということがよく起こります。もしそうなってしまっていたとしても大丈夫です。今日からは本当に言ってほしかった言葉をあなた自身や家族に、あなたが言ってあげればいいんです。
幼いあなたは飲もうと思って楽しみに大切に運んでいたジュースをこぼしてしまってショックを受けた時、どんな言葉を言ってほしかったんでしょう。大丈夫だよ、今片付けてあげるから心配しなくていいよ、こんな言葉が欲しかったのかもしれません。失敗をしてとっさに責める言葉が頭に思い浮かんだとしても大丈夫、その度に本当は自分が言って欲しかった言葉に置き換えて言い直せばいいんです。そうすればあなたの中の失敗回路は消えてきます。さあ今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では